はい、えー、速化軸の久保です、まあ、モッピーという、ね、ポイントサイトが、まあ、しばらくね暑いということですごくポイントが取りやすくなってるんですよね、まあ、特にこの楽天カードとか D カードですかこの辺2つでもうね4万円超えちゃいますのでそれだけ見てもすごいインパクトだなと思うんですけどもまだまだねカード以外にも取れるのが結構あったりとかしてでこれねサイトの演出もすごいですね毎日更新されていて 今日はこれがいいですよっていうふうに進めてくれてるんですよ。本日の目玉ってのがあ、ね、の、これね、右側にあります。クリックしてみましょうか。で、4000ポイント取れると。あ、DMMFX ですか。ここはね、4000ポイントだと、ちょっと私の考えでは安いかなと。2万円前後になったら、私はね、取ろうかと思います。ちょっと後でにしましょうか。で、えー、私のポイントが今、マイページ行くと、ほら、あ21万1200ポイントになってるでしょ で、今月は、今15日ですけども、10人紹介できていて、累計の紹介は38人ということなんですよ。で、このね、モッピーというところは、まあ紹介もね、結構こうポイントいただけるんですけども、あの、自力でね、ポイントを稼げる、まあその方法もすごくいっぱい出てますんで、例えばここに、無料、無料とか書きますね。で、検索すると、 無料ででポイントががももらえるものがザーッとなるわけですよその中からまたさらに厳選していくってことになりますけどね。うん。あ108件もあるんだ。相当あるでしょだから。うん。まあもちろんね自分に合ってる合ってないっていうのはあるんですよ。だからこれ片っ端からできる人っていうのは、まあ、かなりね、えー、すごい人になりますけども私も全部はできないんですよね。そうですね。 在宅ワークオンラインセミナーってありますよね。うん。これなんていいんじゃないですかちょっとクリックしてみましょうか。はい。必ず読むのがポイントの獲得条件ですよね。オンラインセミナー視聴完了後にアンケートを回答するということでございます。初めてビューティーフルリッチサロンが主催するセミナーをご利用された方のみ対象と。一人一回、20歳以上の方。で、途中からの視聴や、 途中退場せずにセミナーを視聴されて電話アンケートを回答された方ってございますんでこれできそうだなと思った方はやられてた方がいいですよあとはねどうやったら獲得がダメになるかってこともきちんと読むことが必要ですここはいつもね案件を選んだら必ず見ていきましょうね、うん、これでも別にほとんどの人大丈夫でしょうこれは、うん、必ず何かを契約しなければならないってこともないですしね ここにも無料っていうのがありますんで無料登録とか言ってみましょうか無料登録でも得られるポイントとしてはまあ5とか70みたいなのもありますけどもね、うん、でもこれ IT トレンドなんてどうですかね IT 製品のレビュー投稿完了で1000円とかですよねまあこれね2つ3つ合わせて1000ポイントとかも取れますよねうんで2番目ああこのユーメディカルクラブ知見 ウェブ登録これも登録するだけだと思います治験の登録するだけですよねだから治験っていうのはまあ受けるとねいろいろとこう薬剤を試すためにやらないといけないところがあったり治験は治験でちょっとね別の機会にまたあのご説明申し上げますけどね私も体験はしたことがあるんですよ治験は割と楽しいですよで安全度の高いもので承認ギリギリのそこまでの試験を通ったものでやりますんで妙な副作用が出たってことは聞いたことないですよね まあ一定のねちょっとこう不安はありますよねその不安がお金に変わるってやつですかね結構ね治験ってやる方増えてるんですけどもそれでもまだまだね空きがありますんで問題は対象エリアってやつですよねうん私は今は無理ですね <laughs>、うん、以前はねあの地方からこう東京とかね埼玉に行って受けるってことだったんですけどもその料費も出ていたんですよ今は料費は出ないみたいですね まあ、ということで、ポイントサイト、まだまだ取れていきますんで、まず、もっぴーに登録していただいて、その後ね、あの、案件を選んでいただければいいのかなと思います。うーん、まあ。本当に非常に簡単ですよ。じゃあ、あの、動画概要欄にまたつけておきますので、そちらの方から登録してね、まあ、試してみてください。非常にやりやすいと思います。